皆さんこんにちは。 BCSL ワイルドヒット部門 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤツです。同じくサポート担当のレックスです。ソロ限定ランクモードレジェンダリーランクが7月30日土曜日から開始予告です。はい、本日は私レックスが考えるレジェンダリーランクサポートティア表を紹介できればと思います。うん、それでは早速見ていきましょう。おお、イエイ。はい、こちらがレックスが考えるティア表になります。はい、はい、ではレックスさんね、ちょっと詳しく解説していただけたらなと思います。はい、では早速、下の C ランクから見ていきたいと思います。はい、まあ、ラインナップは、ジャンナ、ソラカ、ソナ、セラフィーン、モルガナ、ラックスになるんですけども、はい、まあ、基本的にはまあ普通の、ランクとかでも使用頻度がちょっと少なめなチャンピオンが入ってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、サポート的に結構ロームできるキャラがまあ上の方にランクイン してるような形で、まあ、下の方はロームしにくいキャラチャンピオンで、まあ、試合をあと動かしにくいチャンピオン入れてるような形になるんですけども、そういった形で、まあ、ジャンナ、ソラカ、ソナ、セラフィン、モルガナ、ラックスっていう形になって、で、まあ、一応調整が入ってるチャンピオンも中には何体かいるんですけど、うんうんうん、まあ今のところそんなに強みを発揮できてないというか、まあ、そんなに影響力がないんじゃないかなというところでこのラインナップになっています。でやっぱソロ級とかでサポートでこう試合を動かそうとすると、うん、まあ、どうしてもこうロームができるキャラクター、そうだね、うん、うん、っていうのがやっぱ強いっていうのがあるから、うんうん、そこはソロ級になるとそうかなと思う。ただその中でもジャンナ、うんうん、まあ、やっぱ足の速さだったりとかもあるんで、 そうだね、その中で言うとやっぱちょっと B 寄りの C なのかなっていうふうに、うんうんうん、うん、思います。はい、はい、で次は B なんですけど、 B はアリスタ、ブラウム、ガリオ、レオナ、グラガス、ルル、ブリッツ、パイク、うん、という形なんですけども、うんうん、まあ、C のところで言ったように、まあ、ロームできるチャンピオンが結構ソロランクではレジェンダリーランクでは強いと思うので、うん、まあ、そんな中でまあ結構タンク寄りなチャンプが入ってるっていうのと、まあ、ロームしやすいパイクだったり、まあ、ブリッツもかなり強いんじゃないかなというところで、B に入れてる形なんですけど、で一応一つだけ、まあ、ルルっていうチャンピオンが入ってるんですけども、うん、まあ、ルルっていうチャンピオンはすごい味方を支援するチャンピオンの中でもかなり影響力を出しやすい、味方をキャリーさせる能力を高めやすいチャンピオンだと思ってるんで、はい、まあ、ソロで、まあ、サポートをやってる人でも、まあ、かなり試合を動かせるんじゃないかなっていう、エンチャンターの中では、うんうん、そういった中で B の方に入れてる形になります。そうですね、ルルはやっぱこう ADC でもベインとか、うん、カイサとかねみたいな結構キャリー系のチャンピオンと合わせるのも強いし、うん、あとジャングルにキャリーがいる場合でも、うん、合わせることができるので非常に優秀かなと。はい、まあ、でもこの中で見るとやっぱどうしてもロームはできるけど、うんうん、少し連戦っていう観点で見ると弱めのチャンピオンが多くいるかなと。そうだね、まあ、連戦弱いっていうチャンピオンだと、まあ、アリスタだったり、うんうん、まあ、ブラウムも、まあ、あんまり影響力はその連戦の中では出ないかなっていうチャンピオンではあるんですけども、うん、ただオブジェクトファイトだったり、まあ、少数戦でブラウムはかなり強力だし、まあ、序盤からパッシブの CC を持っているし、まあ、逆にアリスターは連戦では弱いけど、まあ、試合の中盤から後半にかけてのタワーダイブだったり、まあ、オブジェクトファイトの中でかなり、うん、強いタンク性能持ってるチャンピオンでもあるから、まあ、一人でね、視界取り行ったり、エンゲージも容易にできるチャンピオンなんじゃないかなというところで、ここにランクインしてます。はい、ありがとうございます。はい、
まあ、やっぱ B とかね、その A、うん、B と AS とか比べると、うん、本当に連戦の強さの差かなっていう感じがするんで、ね、ソロ級はこう自分のレーンもやっぱ勝たないといけないし、なおかつロンもできると強いっていうのがやっぱ強いから、うんうんうん、納得のランクかなと思います。はい、そして次は A の方を見ていきたいと思います。はい、A は瀬戸、ナミ、ノーチラスになります。うん、強い。でまあこの辺りになってくるとやっぱり普通のランクモードでもよく見かけるサポートチャンピオンだと思うんだけど、うん、まあその中でもやっぱり僕の中では、まあ、瀬戸とナミとノーチラスが結構まあ評価高くて、うん、まあ、もちろんさっき言ってたあのローム能力、ロームする時の能力が高いのが、まあ、瀬戸とノーチラスが結構当てはまるんだけど、うん、まあ、あの2つともあの CC が非常に強力だし、まあ、タンク性能もすごい高くて、うん、でこの2つのチャンピオンはあのローム性能高い上でなおかつ連戦も結構あの序盤からね、まあ、ノーチラスで言えばフック1スキルの、うん、でパッシブのスネアもあるし、まあ、あの序盤の連戦からかなりアグレッシブにあのキルの圧力とかダメージトレードも、うん、あの行っていけるチャンピオンで、まあ、かなり評価高いっていうところで A に入れてます。うん、もうノーチラスの硬さといえばね、うん、もうすごいガタイですからノーチラス。そう、本当に2スキルのバリアもあるからね。うん、そうそうそう、バリア前はと本当に硬いなと思う。あと、まあ、波がねこう、うん、A ランクにいるっていうのは、うんうん、こうまあ、ルシアンが今強いっていうのも僕あるかなと思ってて。そうだね、うん、うん、こうルシアンとのコンボピックっていうところでやっぱ波は優秀かなと。そうだね、他の ADC とね合わせても、ね、どれとも相性いいから基本で。そうだね、ナミには CC もあるし、まあ、味方を回復するスキルもあればバフもあるから、うん、まあ、どの ADC にも基本的には相性がいいっていうのと、うん、まあ、ウルト の, あのエンゲージもできるしディスエンゲージにも使えるようなスキルが持ってて非常に万能、うん、っていうところでナミはエンチャンターの中でも A ランクにちょっとあの入れさせていただきました。ありがとうございます。はい、でまあ、あと瀬戸、まあ、ノーチラスの時にも言ったんだけどあのこのキャラも連戦からフラッシュ3スキだったりのキャッチだったりあの2スキルの自分もタンクしつつダメージも出せるっていうところで、うん、かなりキルプレッシャーかけれるしダメージトレードも強い。で集団戦はウルトからの3スキのエンゲージだったり、うんうんうん、フラッシュからの3スキの、キャッチもできるっていうところでかなりバランスのいい強力な、まあ、ソロランク向けのチャンピオンなんじゃないかなと思っております。瀬戸本当にねもう連戦強いわ、ローム強いわ、集団戦は強いわって、もうそりゃ強いわって話ですよね、うん、強いねそりゃそうよなんか僕的には、まあ、S に入れてもいいんじゃないかなとも思ったんだけど、うん、まあそれ以上に強力なチャンピオンもあるというところで、ね、ちょっと瀬戸はギリギリ A ランクっていう形で A の方に入れさせていただきました。ありがとうございます。はい、そんじゃ最後、はい、最後の S ランクいっちゃいますか。はい、お待ちかねのお待ちかねの S ランクです皆さん。はい、まあラインナップ言わせていただきますとカルマ、ユーミ、スレッシュ、ラカン。あー強い。うん、やだ、敵に来てほしくないサポートチャンピオンが4体並んだだけですこれもうね、僕とやっちょさん対面しててね、嫌な4チャンプサポートって言ったらその4体がほとんど上がるかなっていう感じなんだけど、まあ、やっぱりここに入ってくるのってソロでサポートがねランクしててもかなり試合を作りやすい、うん、チャンピオンが入ってるんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、まあ、特にちょっと右から言っていくとラカンは、まあ、2スキルと3スキルで、まあ、すごいブリンク剣 CC だったり味方にバリアを付与するスキルがあるんだけど、まあ、それプラスウルトを組み合わせることによって相手が対応する前に素早いエンゲージ、オブジェクト周りとかでも、あとは低レベル帯連戦での3スキルからの2スキルで CC を入れて一方的なトレードをしてラカンだけ帰ってきてっていう形で、まあ、連戦も強い
ていうところで、S の方に入れさせていきました。今のなんか最近流行りの、あの電撃、あのフル AP ラーカンってよくいるじゃないですか。あるね、あれがマジで強いのよ。そうね、あのね ADC だとマジで9割飛ばされる、HP ADC っていうのもね、そう、なんでやっぱミッドロームした時とかも本当にダメージ出るし、っていうので小規模戦で本当に強いこのキャラクターは。そうだね、あと範囲 CC だからね、ラカンの2スキルはね、そうだね。でまあ集団戦も強いから、やっぱその、ロームでやっぱキルまでつなげれるっていうのは本当にめちゃくちゃ優秀だし、集団戦も強いっていうのはもう納得の S ですよ。ありがとうございます。はい、というところで次はスレッシュなんですけども、僕とヤトさんの配信とか動画を見てる人はもうおなじみの、まあ、このスレッシュに関してはやっぱりもうね、ドレイブンがねやっぱ強いんでね、スレッシュもそれ入りますよっていう、ね、まあもちろんドレイブンとも最高に相性いいんだけど、まあ、やっぱりスレッシュって、単体で強いよね、スレッシュは。そう、あの1レベからもう3スキルのパッシブで、あの通常攻撃のダメージがねもうおかしい。3スキ通常されたら泣くもん俺。あの1レベあの赤バフリーシューしてきた相手の ADC を3スキ通常入れるだけで、あの4割飛びます、そうで3スキ通常イグナイトで相手フラッシュ吐いて2レベ先行してフラッシュ9で勝ちですはい、フラッシュ1スキですね、っていうおなじみの流れで、スレッシュドレイブンで、あの僕たちもう3分でタワーを追ってます。そうです、あのね、その辺のね、こと気になりましたらね、よかったら自分の動画の方で、2分でタワー折りゃええっていう動画上げてますんでね、よかったら見てみてください。はい、はい、最速で2分18秒となっております。早えな、マジで早い。はい、というところで、まあ、スレッシュは連戦序盤の低レベル帯の連戦から非常に強力っていうところと、まあ、なんといっても、まあ、他のタンクメレーチャンピオンと比べてもなんかスレッシュの方がロームした時の、 あのキルポテンシャルがすごい高くて、まあ、ロームした時、まあ、あのどのメレーチャンピオンもあの CC 持ってるんだけど、まあ、スレッシュの場合は3スキルで、まあ、キャッチした後に、まあ、1スキルのフックもあるし、まあ、あと味方が離れててもあの2スキルのランタンで、まあ、ジャングラーとかラプター飼っててもスレッシュ先に視界取りに行くよみたいな感じで、あのリバーの方に動いてても味方をすぐ呼べるっていうのもすごい強力で、まあ、人数差とかがあっても、まあ、逆にそれをベイトに使って、2v1 であの少数戦を制することができたりっていうのも非常に魅力的なところであり、まあ、強みというところで、S の方に入れさせていただきました。やっぱこう味方のねに、まあ、ブリンクスキルじゃないけど、味方の位置を動かせるスキルを持ってるっていう、まあ、ワイリフではまだ唯一無二かな。そうだね、だから本当に、優秀なランタンっていうのはね、すごい優秀なスキルだなと思います。集団戦でも非常に重宝されるスキルだもんね。立ち位置調整もできますからね、味方が。はい、ありがとうございます。はい、続いて3体目がユーミ。はい、もうこれは普段ランクしてる人だったらおなじみの、まあ、バン筆頭キャラ、そうね、なんじゃないかなと思うんですけども、まあこのチャンピオンはね、まあ、ルルとかナミとかと同じ系統のエンチャンターの、チャンピオンなんですけども、まあ、味方の ADC だったり味方のキャリーチャンピオン、どのチャンピオンについてもキャリー性能をかなり高められるっていうところで、まあローム性能自体は低いんだけども、まあ、味方のチャンピオンについて動くことによって2人以上のチャンピオンが2体いる時以上のポテンシャルを引き出せるようなチャンピオンになってるんじゃないかなというところで、まあ、ソロランクの、そうだね、そのレジェンダリーランクのモードとかだとかなりユーミが重宝されるんじゃないかなと思って S の方に入れさせていただきました。このね
うん、お猫ちゃんはね連戦が強いっていうのがねそうよね。そうね、連戦猫ちゃんのパッシブとか、うんうん、スキルのガラスだったりで連戦も結構有利に戦える。うんうん、でプラスやっぱこう集団戦とかでもし負けててもやっぱあのルトの安易スネアっていうのは大逆転のこの過程のきっかけになることもあるから。そうだね、うん、この連戦集団戦で見るとやっぱゲミは本当に強いなと思います。はい、であとはまあウルトのダメージもかなり出るっていうところでね、影響力がでかいっていうところも含めてまあ S に入れさせてきました。はいはい、で続いて最後カルマですね。カルマカルマというところで、もうこれもうカルマが一番もうバンされてる気がする今のこのランクで。もうねレース強いのよ本当に。うん、うん、痛い。そう、 ADC やってる人からしたらねもう何度涙流したことか。マントラ1スキルを食らっただけでもう心折れそうになりますから。そうだね、あとあれだね、オイビルーンのオイビと、うん、あのエアリーの、うん、あのルーン選択で追加ダメージがね、そうマントラ1スキルプラスそのルーンで追加ダメージで、あとは、まあ、マントラ発動時の2スキルも3スキルも非常に強力、味方の ADC にバリアをつけてあげて、あのバリアついてる時だけ ADC が前に出て、あの一方的なダメージトレードをしてあげたり、まあ、集団戦の時のマントラ、3スキーでスネアを付与してあげて、まあ、一方的にね、みんなで CC 合わせてあげたりで、まあ、ダメージトレードもできるっていうのと、あとなんといってもウルトがかなりねでかい円を描いて、そこに CC は中央に寄せてあげるみたいな感じの CC なんだけども、まあ、オブジェクトファイトとかでもね、かなりゾーンをね作れるチャンピオンっていうか、非常に強力な CC プラスバリアと、あと移動速度も上げることができる2スキルも持ってて、まあ、バランスのいいエンチャッターの中でもかなりバランスのいいチャンピオンになってるんじゃないかなというところで、S の方に入れさせていただきました。はい、まあ、2スキルと3スキルするのはちょっと逆だったかなって。まあまあ、あそうだね、あそうだね、うん、2スキルがスネアで3スキルがバリアね。あそうだね、うんうんうん、うん、だけどまあね、カルマもしかも連戦普通にまずハラスが強いっていうのもあるけど、うん、あの3スキル自分に付与して2スキル当てにいってスネア絶対当てるっていうのもできますし、うんうん、そういうので眼空合わせっていうのも他のエンチャントよりしやすい、うん、キャラクターで、まあ、連戦が強いで、集団戦もやっぱ、ね、ウルトのパフォーマンス力もところで、でも結構ローム性能以外っていうところで見ると、はい、ローム性能っていうのはまずそこまで高くはないものの、うんうんうん、やっぱこう安定してこう結果を出せるチャンピオンかなと。そうだね、うん、いうふうに思いますので、スランクでいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、説明ありがとうございました。はい、レジェンダリーランクが来たらぜひ皆さん使ってみてくださいね。使ってみてください。うん、私もレックスも最高ランクのレジェンドを目指すためにライブ配信すると思いますので、皆さんよかったら遊びに来てください。遊びに来てね。うん、でこの動画が参考になったな、役に立ったななんて思った方はチャンネル登録と高評価、はい、続いてのフォローお願いします。お願いします。だね、今回一緒に解説してくれたレックスもね、うん、同じく配信だったり YouTube、Twitch でライブ配信をしておりますので、はい、チャンネルのチェックお願いいたします。お願いします。それではバイバーイ。